そう、決まんなかった。結局なんかね、これといっては決まってないんだけど。そう、決まってないの。そう、ね、決まってないんですね。でもね、できる気がするよね、私たち、うん、いつも話してるから。そう、待って、メガネかわいい。ありがとう。そう、これちょっといつも置いて配信してるんだけど、今日は持ってするから、うん、ちょっと Bluetooth なんちゃらライトみたいな効果があるメガネつけてみました、うん、だけどちょっと青くなっちゃってる。どうすればいいんだろう。本当だ、私の顔がよく見えるようにつけてみた。いやもう本当にやだもうもうまたまた。そう、今日コラボ配信多いよね、めっちゃね。今日めっちゃロッキーしてたから、ね、そうね、痛くなったよね。うん、そうなんかざわちゃん、なんかみゆみゆが言ってくれたんですよ。そうなんですよ、リサキコラボ配信しよう。そう言ったらリサキがなんか、うん、私のこと好きでしょって言ってきてそうだからそうだよっていう。そう、そうだよって言われちゃった。そうだからなんかめっちゃイチイチしてる感じなんですけど。そう、なんかね、ちょっとイチャイチャしちゃったよね、うちら。そう、イチャイチャしちゃった。ね。でもよかった。あのさ、ざわちゃんがさ、最初で。やったー。うちら初だよね。初なんですよ、私たち。そうなんですよ。初めてコラボ配信して、リサキと。それがみゆみゆなんですよね。ね。イエーイ。嬉しい。嬉しい。明日も会えるしね、私たち。そう、明日ね、ついにおしゃべり会がね。そうなんだよね。あ、楽しみ。あ、ね、早すぎる。嬉しい。あっという間よ。ね。ね。ほんと、早かったね、オンライン握手会からさ。早かった。ね。しかもさ、ブー一緒だよね、多分。うん、一緒。ね。やった、ね。やった。だから近くなれるかもね。ね。レーン隣かもね。はぁ。並んじゃおう、ザワちゃんとこ。あはじゃあ私もリサキのレーン並ぶ。なんかさ、お互いいないのにさ、お互いのレーン並ぶっていう、うん、お互い並んじゃったらもう、ね、いないよね、する人。でもさ、じゃあ代わりに私がリサキちゃんになって、話したと。うちも話しちゃった。みゆみゆなら。おぶりさきです。みゆみゆです。似てると思うんだよね、でも喋り方。確かになんかさ、ちょっと、うん、なんだっけ、ダザイフ遊園地とかにロケに行った時とかも、うん、なんか、プロデューサーさんとかから、うん、なんかに、雰囲気っていうか似てるねってなんか言われたりするから、うん、言われてて。嬉しい。そうだから。知らなかったんだけど、うん。そうなのだから。知ってるの？うん。なんか言ってくださって、それを、うん。だから、すごい、あ、似てるんやと思って、だから私もすごい嬉しかった。なんか嬉しいんだけど。嬉しい、イェーイ。やった、似てるんだ。ハートできないかな。あ、できる。できてる。誰か撮ってくれてるかも、写真。あとで楽しみに待っとこう。待っとこう。できてる。イェーイ。でもさ、明日さ、どんな感じになってんのかな。確かに、どうなの？なんか想像つかないんだよね。立って喋るのかな。うん、どう、でもなんか、立ってそう、うん、確かに、みんな。立ってそうだよね。うん。立って喋るの、話するのかな。ね、でもさ、迷っちゃうよね。どういう話からさ、始めるの。確かに。始めるのか、ちょっとさ。迷うね。ね、難しいけど。シミュレーションしとかんと。確かに、絶対寝れないじゃん、今日。ね、寝れないわ、今日寝たんだこ。でもなんかさ、こういうやつよくない、うん、丸いテーブルにさ、うん、座って話したい。あ、お茶飲みながら。そんな優雅なオンライン、あ、じゃない、おしゃべり会するの、私。椅子あるよってよ。椅子一応あるよって。あ、そうなの？お互い座るの？お互い座るのかな？なんかそれもそれで緊張しちゃう。でもさ、お互い座ってたらシュールじゃない？なんか、ね、面接みたいなんだ。ねえ。お願いしますとか言って。どうぞみたいなね。ね、どうぞ。練習しとかんと。ね、ほんと、ちょっと私たちも配信が終わってからでもまた一緒にシミュレーションでもしましょう。ね、シミュレーションしよう。電話しながらしよっか。ね、それがいい、それがいい、それが一番いい。なんかね、一番いいね。ね。そう。なんかさ、最近じゃないけど、うん、ちょっと前ぐらいから、うん、渋井美奈ちゃんと、あと藤野ココハちゃんと、うん、あと伊崎と私4人で、うん、よく一緒に電話してて、うん、そう、実は、ここだけの話よ。ここだけの話。そう。
だからよくエフェクトとかでもね、遊んでるよね。うん、遊んでるよね。ビデオ発送しながら。なんか面白いんですよ。みゆみゆが面白いエフェクト使ってます。え、そう、なんか私も面白いの使う、使うけど、みさきもなんか、なんか、むぎゅーってされてる。なんか、わー、ありがとう。絶対見る。頑張ろう。ちょっと、もうちょっと早く。ちょっと画面に貼り付いとくね。めっちゃ。貼り付いとく貼り付いとく。そこらで見る。そこらで見る。オッケー、オッケー。じゃあ私も、え、じゃあ私もアップでカメラ目線できるように頑張ろう。頑張ってね。こんくらいにしてね。うん、やべ。やだ。ね。え、止まってるって。え、なんか言ってるよね。ぐるぐるしてるって。マジ？え、うちらね、見えてるよね。うん。なんでだろう。聞こえますか皆さん。聞こえますか伊沢美恵だよ。大堀咲希です。あ、治ったって聞いてる。治った？治った？待って、伊沢、あ、よかった。伊沢美恵です。伊沢美恵です。大堀咲希です。どういう声だったっけ、伊沢。伊沢美恵です。大堀咲希です。あ、おかえりなさいって。おかえりなさい。ただいま。ただいま。よかった、元に戻って。ね、戻らなかったんだね、うちら。ね、ほんと。よかった。おかしいね。おかしいねって。おかしいね。よかった。聞こえてる。よかった。よかった。なんかさ、今度さ、うん、あれしたいよね。同じところでしたいよね。コラボ配信。わかるわかる。なんか、場所で今日もさ、うん、誰だっけ、あの、うん、ゆいなとか、うん、ゆうなとかが3人でしてたり。うん、ね、してたよね。ね、一緒の場所でしてたから、ね、ちょっと憧れてる。憧れてるよね。それしようじゃ、ね、今度。そう、え、なんかさ、普通の画面越しやとさ、ビデオ通話みたいな感じになっちゃってさ。確かに。なんか出てるよね。そう、タイムラグとかもさ、なっちゃうかもやから。いつか実際にしてみたいですね。ね、実際にさ、座りたいよね、一緒のとこにね。わかる。ね、しようじゃ、それ。ね、もうちょっと。でもね、今日本当は、本当はっていうか、飛行機とかでも、なんか、したいなって思って。うん。そう、トランプと、うん。え、したい。めっちゃしたい。電脳ゲーム持ってきたんですけど。うん。だから今一人でしよっかな。私も入れて。何にないんだけど、りさきちゃんが。したかった、一緒に。明日しよう、飛行機で。あ、しようしよう。ね、したい。楽しみ。楽しみ。え、飛行機、久しぶり、めっちゃ。本当？うん、確かに。いつぶり？いつぶり？いつだろう、でも。でもあんまり。行ってない。東京にあんまり行けてないから、うん、中学校1年生ぶりとかかも。うん、めっちゃ久しぶりやん。そう、めっちゃ久しぶり。え、実際は何、いつぶりなん？あのね、中学校の修学旅行ぶり。そうなの？そう。修学旅行ぶりだ。じゃあ同じぐらいだね、タイミング。ね。そっか。ひげつないとこっか、一緒。みゆみゆ怖いから。離陸するときにさ、一緒に、うん。ねえ、違うね。面白い。あ、ねえ、ハンちゃんが来てるって、ヤッホー。ほんと？ハンちゃん、ヤッホー。ありがとう、来てくれて、来たよって来てる。かわいい、ハンちゃん。かわいい。ありがとう。ハンちゃん。ハンちゃんさ、さっきのグループラインで、時々なんかもう、自撮りしてくる画像、自撮りしてる画像送ってくれて、めっちゃそれがかわいい。かわいいよね。そう、だから私、地味に保存してるんですよ、実は。私もしよう。私もしなきゃ。そう、なんか、かわいい。もうなんか。かわいいよね。そう。本当にかわいい。指輪買ってあげよう、ちょっと今度二人で。そうだね、ハンちゃんからいただく前に。うん、そう。ね。で、指輪ね。指輪つけてるイメージあるもん。ハンちゃんね、いつもだいたいつけてるよね。だいたいつけてるよね。うん。ね。かわいい。かわいい。本当にかわいい。ハンちゃん。ほっぺたがよく伸びるんだって。ハンちゃん？うん。え？触ったことない。触らなきゃ。私もない。ほっぺた伸びるの？ね。じゃあ今度ほっぺた伸ばさせて。ね、伸ばさせて。二、うん、人でさ、じゃあ、ざわちゃんが右で私左ね。あ、わかった、わかった。こうしてやるのね。はんちゃんが困っちゃう。はんちゃん。でかいお姉ちゃんに。おっきいお姉ちゃんに。そうね。でも、自分ら何歳差やっけ、うん、自分ら。1？ 1歳差か。うん。で、ハンちゃんとは、ハンちゃんか小学5年生11歳やから、
4歳と5歳差や。4歳と5歳差。ええーうん、意外と離れてる。ね、ほんとだ。でもなんか、うん、いい意味でっていうか、いい意味であんまり、なんか自分たち年の差をあんまり感じないから。うん、確かに。なんか感じない、うんうん。え、なんかうちらは感じないよね、特に。うん、なんか同い年って感じ、正義さきと。いやいやいや、確かに、なんかお姉ちゃんだな。待って、それは譲れないよ。私がお姉ちゃんで許して。いや私だよ。いける？そうね。なんかね、うん、そう今日ね、うん、なんか飛行機の中で本読もうと思ってね、うん、本屋さんに行って本買ってきて、うん、え買ったの？そう。何買ったんだろう。えなんかなんだっけあのエッセイ本なんかエッセイっていうジャンルかな、うん、ジャンルの本買ったから、うん、明日紹介するねじゃあ飛行機で。紹介していいじゃん。任せてそれは。じゃあ私に読み聞かせしてね。結構ボリュームあるよ、こんぐらいあった。読み聞かせされちゃいそう。私も本持っていこうかな。なんかないかな。楽しみにしとこじゃあ、私も。じゃあお互い声出して読もうね。ね、めっちゃ迷惑じゃん。周りロッキーとかさ。めっちゃ迷惑よ。ね、ほんと。じゃあ、口パクで。口パクでね、しよう。うん、口パクで読み聞かせしよう。てかさ、どんくらいの長さ乗るんだろう、飛行機。確かに。2時間ぐらいかかりそう、でも。ね。やばい、何持っていこう。え、だから、なんかさ、ね、準備ってすっごいドキドキしちゃうよね。うん。ドキドキしちゃう。ね、え、優柔不断？優柔不断。え、優柔不断。優柔不断でしょ、ざわちゃん。え、めっちゃ優柔不断なの。そう、なんかパッキングにめっちゃ時間かかっちゃって。かかりそう、めっちゃ。まだしてない。やばい。してないぞ。え、もう終わったパッキング。いや、ゼロ。ゼロ。え、した？私はした。ああ。出ました。なんで？私しないと。そう、そうだね。何入れようかな。うん。出先はパッキングがいつ終わるかにもちょっと注目しとかないと。で、パッキングって言ってもさ、スーツケース持ってく？持ってかないよね。え、私スーツケース持っていく。え、ほんと？私荷物多いんだよね。え、じゃあ持っていこうかな。スーツケースやっぱそうか、リュックで行こうとか思ってた危ない。え、いいと思う。え、だってさ、多分さ、荷物の差じゃない？多分。確かに。荷物。やから。結構いりそうな気がしてきた。確かに。そう、なんか、うん、そう、なんかさ、もう明日ドキドキしてる、ずっと。ドキドキする。もう本当にやばい。寝れないから。寝れない。ねえ。ね。楽しみすぎて。楽しみすぎる、うん。なんか想像つかないよね、お話書いて。うん、どんな感じなんだろう。どんな感じなんだろう。ね、楽しみ。楽しみ？ね。ね、寝れないよ、もう。明日、飛行機の中で寝ないと、じゃあ。飛行機の中で寝ないとね。うんうん。起きれるか心配になってきた、まず。ね、おいしそう。あれ？止まった？みゆみゆ。あれ？いない。あれ？シャキ？みゆみゆ？シャキ？声聞こえるのにさ、顔がさ、ずっと止まってる。嘘、待って、ね、え私の、え、待って、なんでね、大丈夫な顔ですか私。なんでえ？貸してる？あ、待って、メガネしか見えない。どこ行ったの？なんで？動いた？動いてない、私のところ。あ、みゆみゆ戻ったって言われた。え？見えてない、りーちゃん。戻ってない。嘘！え？あ、大丈夫な顔だった。よかった。待って。私のところは全然目つぶってるんだけど。なんで え、動いた？じゃあ動いたのかも。そう。声だけ頼りに頑張るわ。嘘見えない。ちょっと復旧するように願ってきます。ね、願ってて。私だけ動いてないらしい。ね、嘘なんで？なんで？みんな。なんでだ？何にした方がいいのかな？動いた？あ、動いたかも。動いた。やった。動いた。よかった。待って。動いてないけど動いた。それは動いてないやんけ。ね。ね、なんかね、更新ボタン？ね。更新ボタンってどこだ？
動きが早すぎて止まってるように見えるんじゃないですかって。絶対違うよ。どんだけ早く動きしてるん。みーみー絶対めっちゃ動いとっちゃろ。違うわ。新技かな、新技。ね、二人ともクルクルしてるって。え？おかしいね、ちら。オーマイガー。オーマイガー。オーマイゴーと。ゴーと。オーマイゴー。みーみーが動いてない。うん、なんで？私、りーちゃんは動いてるんだよね。動いてる？うん。みーみー。みんな、みーみーの残像って言ってる。残像？残像ってどういう意味だったっけ？残像は。なんか、ふわーんみたいな。抜け殻みたいな感じ。ね。うん、そう、動いてないの。ね？そう、なんでだ？でも、声聞こえるから大丈夫かも。横にしたら、ちょっと願っとくね。願っとこう、じゃあ。うん。何の話してたっけ？何だったっけ？あ、なんか何の話してるか分かんなくなっちゃった。優柔不断まで覚えてるんだけど、それ優柔不断だよね。え、コンビニとか行った時もめっちゃ迷わない？え、それ分かる。おにぎりの味で迷っちゃうもん。え、分かる。おにぎりの味迷う。ね。ね、え、ほんか。ね、迷うよね。迷う。なんか、気分によってさ、欲しいのも違うから。分かる。違うよね。そう、え、何味が好きなの？え、せーので言おうよ。じゃ、今の気分で。今の気分。いいよ。オッケー。待って、待って、決まらない。ちょっと待って。二重不難だ。あ、オッケー、オッケー、オッケー。今。今。せーの。ツナマヨ。タイコ。あ、違った。タイコか。違った。え、わかる。タイコ食べたい。待って、そう言われたら食べたくなってきた。え、ツナマヨか。ツナマヨもいいな。そう、ツナマヨ美味しいの。ね、美味しいよね、ツナマヨ。そう。なんか美味しいんだよね、ツナマヨ。待って。ザワちゃん見えないよなかなか動かないザワちゃんが。なんで？ね、どんな顔してるんだろう。多分笑ってるはず。笑ってるの、笑顔笑顔。笑顔でしょ？そう、笑顔笑顔。でも私のね、見えてるザワちゃんはね、うん、なんか半目なの。嘘でしょ？半目で止まってるの。本当に言ってる？その笑い方は本当だね。本当なんだ。だからね、笑っちゃう。ちょっと笑わないでよ。よかった、私動いててよかった。ティーちゃん動いてるの。圧倒的ツナマヨ派だって。あ、そうなの？明太子じゃなかった。イエーイ、あ、待って、ハイタッチ。あー、悲しい。誰もいない。じゃあ私たちよ、ハイタッチ。ハイタッチよ、イエーイ。見えないんだけど、とりあえずしとこう。ここら辺に手ありそう。ね。ツナマヨが好きなんだ。ツナマヨ好き。今日の朝もね、ツナマヨご飯食べた。え、ツナマヨご飯？そう、なんかご飯に入れるの？うん、なんか上から乗せて食べる。え、美味しそう。美味しいよ。食べて。やばーしたい。そう、え、食べて、え、そう、りーちゃん、りーちゃんと初めて喋った時がさ、なんだっけ、壁車撮る時だったよね、確か。壁車撮る時。壁車、初めて壁車シーン撮るときで、うん、それでなんかお互いチーム、うん、合宿のときもチームも違ったし、確かに。だから、初めまして状態で、そのときになんか、え、なんで笑ってるの？なんかさ、合宿のときにさ、話さんかった、うん、めっちゃ。話した話したねえ、面白い。あれ、ちゃんと話したのが初めて。そういうことね。ちゃんとびっくりした。合宿の時そうだ、私から話しかけたんだって確かに。話しかけられたよね、私。うん、一緒に。ちゃったもん。申し訳ない。そうだ、そうだ。話、ちゃんと話してるのがだよね。そう、壁写真の時で、うん、なんか趣味とかをね、うん、言い合って。話した気がする。うん、なんか二人ともカフェが好きで。あ、そうやった。そう。ね。そうや。ね、カフェ好きだよね。そう、カフェ好き。なんか。カフェ行く。うん。え、いいな、いいな、行きたい。一緒、今度さ、おすすめのカフェ教えてよ。え、いいよ、一緒行こう。そして。え、行きたすぎる。それは行く、ね、行くの一択。行かなきゃ。なんか、うん、あれじゃない？なんか自分たちは、うん、なんか、その、壁写撮った時から、うん、ずっと LINE してるんだよね、毎日。毎日じゃないけど、ね。なんか続いてるよね。そう、なんか、そう、なんか毎日送り合いじゃなくて、うん、何日か後に返信みたいな。そうなの。なんか、自分の空いてる時間にやるみたいなのをずっと続いてて。続いてるよね。そう、今日もね。なんかさ、
ねえ、うん、なんかさ、だいたいさ、だいたい二人で話してたらどっちかが会話終わらせるじゃん。うん。うちらどっちも話すからさ、終わらないんだよね。そう、なんか終わんないんだよね、なかなか。終わんないよね。ずっとしてるよね。じゃあこれはさ、もう続けよう。ずっと。うん、続けよう。これは、もう、うん、ずっとずっと続けて。ね、続けよう。解禁賞しよう。解禁賞しよう。なんかさ、スタンプでさ、終わらせられたらちょっと悲しくない？スタンプと、うん、あと、え、うん、運が、運で終わらせられたらちょっと悲しくない？悲しいよね。でもなんか、みゆみゆは絶対にね、スタンプをね、で終わらせないんですよ。マジ？なんかいつもなんか話してくれる。ほんと？うん。よかった。りーちゃんもなんか、なんか、文をさ、いっぱいさ、なんか、なんだっけ、なんかすごい方言で、なんか LINE してくれるのがすっごい可愛くって。方言？方言。方言、嘘。え、そんな滑舌悪かった？本当？いやマジ悪くなかったよ。あ、ほんと？みゆみゆもめっちゃさ、方言じゃない？ほんと、え、そうかもしれない。めっちゃ方言。みゆみゆが方言。ほんとに？なんとかっちゃんみたいな。あ、それを言っちゃう。え、りーちゃんもなんかさ、方言めっちゃ使ってないっけ、うん、なんか、これみたいな。ほれ？あ、違う。これみたいな。りーちゃんって言えばこの方言みたいな。これって言う？え、違う。あの、りーちゃん、りーちゃんがよく使う方言って言ったらこれみたいな方言が絶対ある気がする。え、あるかな？ほんと？え、ちょっと一回博多弁で話さない？博多弁にしよう。よーい。アクション。オッケー。なんか最近さ、うん。みゆみゆが好きっちゃん。それは、うん、そんなこと言われたら、みゆもりさきのことがバリ好きに、もっバリ好きになっちゃうね。なんか、難しい。ちょっと待って、感じが合ってる。待って、難しい。なんか何言うんだろう。でも私の、うん、なんだろう、バッテンとか。あ、バッテン、え、バッテンあんま使わないかも。うちも使わん、私も。使わない使い。でもなんか方言だよね、それ。バッテン。うん、バッテン。好きバッテン。好きバッテン。うん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 。何しようと、ね、二人ともエセ感がすごいって言われちゃった。待って、バッテン熊本。バッテン熊本らしい。違った。なんかと、そう、なんか、うん、でもさ、なんだっけ、うん、合宿の、なんか、おひ、なんか、審査の時に、うん、ひいろちゃんが、うん、おっとっと、とっとってって撮った後に、うん、なんでとっとってくれんかったとっていうのをやって、やってたね。すごいなって思ったから、ちょっと今から勝負しない？うん、いいよ。じゃ、どっちが、うん。噛まずに、どっちが上手かね。いいよ。やろう。いいよ。じゃあ、じゃんけんで決めよう、先行後攻、ね。でもさ、実は画面が見えないんだよね。ごめん。え、まだ見えない？なんでだろう。じゃあさ、こうしよう、じゃんけん、グーとか、パーティーを。いいね、いいね、それでやろう。で、本当に画面見えないの、ウケる。やだ。早く直ってくれ、ハンドパワー。ハンドパワー、じゃあ、口で言おう。いいよ、いいよ。口じゃんけん。最初はグー。じゃんけん、チョキ。パー勝った負けちゃった。じゃあ、どっち、あ、私が決めていいのか。じゃあ、うん、私は先行でお願いします。オッケー、じゃあ、みゆみゆが先行？はい、先行で行かせてもらいます。オッケーでござんす。じゃあ、行くでござる。うん、え、何回言えばいいかな？なんて？何回言えばいいかな？え、じゃあ3回 ?3 回言うの？わかった。私3回得意なんだ。行きます。おっととっとってって言っとったとになんでとっとってくれんかったとって言っとった。おっととっとってって言っとったとになんでとっとってくれんかったとって言っとった。おっととっとってって言っとったとになんでとっとってくれんかったとって言っとった。え、うまい、上手やん。あいや、なんかどんな顔で言ってたんだろう、見えなかった。見たかったのに。ちょっと、の、ここに、頭にこうやって私の場面を送ります。ハンドパワー。ハンドパワーよし。送られてきた？送られてきた。あ、よかったよかった。勇気出てきた。よかったよかった。それはよかった。よし。行こう。じゃあ。はい、行きます。はい、じゃあ、りさきちゃんの挑戦。3、2、1。
おっと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 ってって言っとったのに何年とっとってくれんかったとって言っとっと、おっとっとっとってって言っとったのに何年とっとってくれんかったとって言っとっと、おっとっとっとってって言っとったのに何年とっとってくれんかったとって言っとっと。わあ、え、すごい、やった、すごいね、すごい。じゃあこれ私の勝ちかな。ちょっと待って、ちょっと待って、ここはやっぱり、やっぱどうやってね。え、これさ、あ、投票機能あるよ。投票機能したい。これしよう。投票機能しようよ。え、なんて言うんだっけ。あれ？できた？これ。ん？投票できた？あれ？なんか投票中ですって出てるんだけど。出てる？合ってる？これ。できるかな、私。え、これ合ってますか？合ってますか、これ？合ってるかな？合ってるかな？できてるのかな？え、どう？何も変わんないんだけど。え、できてる？ね、見えなくない？どっちがどっち？1番が私で、2番がりさきちゃんで、言った順です。これは。あれ？あ、テロップとか出してるわ、これ。どれに？あ、ほんとだ、やばい。え、2番が私だよね。うんうんうん。え、待って、私の方が多い。え、どうやって見たの？なんかさ、あの、なんだっけ、あの、ギフトが飛んでるところにめっちゃ飛んでる。見える？え、あ、ほんとだ、ほんとだ、え、待って、待って、1もあるよ。ある？え、2、うん、え、1もある、やばい。みんな頑張って。頑張れ、2だよ、みんな。頑張れ、滑舌いい方。2だよ。どんな、なって、じゃあ、あと10秒にしよう。え、10秒にしよう。みんな、今のうちだよ、みんな。せーの、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、てってれー。あ、勝った。待って、勝った。何だった？え、あ、78.6 でした。え、って私が 78.6？ 違う、私です。え、待って、私はね、うん、私が64で、うん、ミーミーが35。ってことはどうしよう、どっちも違うね。どっちも違う。じゃあ、うん、ここはじゃんけんで決めよう。じゃんけんで決めよう。よし。じゃあ行こう。うん。よし。行くね。じゃあこれがもう決まりね、勝負ね。うん。そう、これが全部。でもまた変なところ止まってる。嘘、やばいよ。写真撮りたい。じゃんけんしよう。また声でもいい？声でもいいよ。OK。よし。最初はグー。じゃんけんチョキ。やったーやったーやったー、涙が。みんな投票してくれた方、私勝ちましたよ。でも私のレベルで私が勝っちゃったから。確かに。え、これさ、足してできそうじゃない？え、足してみる？あ、じゃあ、じゃんけん部門と、うん、投票部門で。ということ、じゃんけんで勝ったから、勝ったのと投票のパーセント足すってこと？違う。どういうこと？なんか投票さ、うん、せっかくしていただいたから、うん。だから、それ足そうかなって思った。確かに。足してみよう。それにしよう。なんかもう一戦しますか？いいよ、もう一戦しようか。今さ、投票しちゃったから。うん、確かに、一人にしようか。うん。じゃあ、どっちがする？投票。みゆみゆの方で。はい。じゃあ、みゆみゆの方にお願いします。オッケー。お願いします。じゃあ、うん。じゃあ、うん。早口言葉ちょっと言ってほしい。早口言葉教えてください。あ、そう、教えてください。難しいの。激ムズ。プレッシャー。プレッシャー。意外とさ、うん、右耳ってさ、言えないんだよね、うん、10回。右耳、うん、確かに。あ、そっか、でも一人だったらさ、偏っちゃうから。うん。確かに。二人でして、それは足そうでいい？そうしよう。いいよ。よし。計算能力が、見えてしまった。数学得意だっけ、りーちゃん。ん？数学得意？まあ、得意かな。じゃあ、それは期待大ですね。期待大ですね。みゆみゆは？みゆみゆは、うん、まあ、得意、計算得意ですね。
あー、それは期待大ですね。待って、このバナナはまだ謎なのな、謎なの、謎だった。あ、待って、それはさ、今、りーちゃんがさ、ちょっと言っただけでもさ、ちょっと難しそうやったから。うん、難しそう。じゃあ2個、ね、ガス爆発？じゃあ、みゆみゆのやつで、やったやつの1個と、ありとルームに出たやつ1個。あ、分かった。別々のするのね。うん。じゃあ、私は、ちょっと書いとこ忘れちゃいました。このバナナは、まだ謎なの、謎なのだぞ。絶対書いた方がいいよ、りーちゃん。絶対これ言えない。ね、これダメだ。ダメだ、これ。言ってみて、これめっちゃ難しいよ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。違う。え？このバナナは、まだ謎なの。言えてないじゃんけ。ないや、ないや。まあいいや、ちょっと。なんかないかな。難しいかな、やっぱり。赤パジャマ、黄パジャマ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。簡単だね。そうだね。え、待って。バシャガス爆発どう？バシャガス爆発、バス、あ、でも言えちゃうかな。バシャガス、バス発動？なんて？バシャガス。バスガス爆発。バスガス爆発。うんうん、バスガス爆発。いけそう？いけそう。じゃあこれで勝負しよう。これにしよう。オッケー。じゃあ、うん、先攻後攻じゃんけんしよう。いいよ。最初はグじゃんけんパーパー、まあ、あいこでグー、まあ、なんか遅い。嘘、なんで後出し少ないわ。じゃあザオちゃん勝ったね。じゃあザオちゃん勝っちゃった。待っちゃった。じゃあ次は私高校になります。オッケー。バスガス。なんで、なんだっけ、バスガス？爆発。爆発、オッケー。よし。頑張れ。3回？ 3 回。オッケー。あ、で待って、短いから5回よ。オッケー。よし。じゃあ行きますよ。りーちゃんの挑戦。3、2、1。バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発。すごい噛まなかった。やったー、噛まなかったでしょ。やばいやばい、これプレッシャーだ。プレッシャー、よし、プレッシャーをかけました。オーバル先。次はザワちゃんの挑戦です。はい、頑張ります。じゃあザワちゃんまで3、2、1。バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発。あ、待って、上手なんだけど。どうしたの？よっしゃ、下克上、下克上。めっちゃ上手。どうしよう。じゃあ、これはまた投票。よし、投票をしましょう。投票しましょう。投票しよう。待って、ちょっと、思ったより上手だったけん、ザワちゃんが。ザワちゃんが1で、私が2です。はい、お願いします。あ、待って、そういえば誤解だったよね。やらかした。間違えちゃった。そうか。だったね。そっかそうか。そういえば。頑張れ、頑張れ。頑張れ。いい。あれ、1の方が多いぞ。1。2だよ、2だよ。みんな2だよ。みんな間違えてるよね。みんな2だよ。みんな2だよ。2だよ。2にしてくれたらお菓子あげます。ずるいぞー。あれ、1がいっぱいいる。いいよ、みんな。じゃあ、あと10秒でいきましょうか。OK。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。でねー。あ、75回に負けた。みゆみゆが60で、私が40。あ、でも接戦だね。接戦だよね。みんな。先生になったけど負けちゃったね。じゃあ、ありがとうございます。投票してくださった皆さん。ありがとうございます。楽しかった。楽しかった。そう。で、私が勝利をいただきました。はい、いただきました。負けてしまいました。じゃあ、うん、ね、こうやって早口言葉も決戦できて。ね、早口言葉のね。今度さ、いつか企画あったらうちら、もう大丈夫だね。早口言葉。うん。これはいける。これは。二人で1位、2位だね。そうだね。ね。いや、違う違う。1位争いだよ。あ、そう、1位争いだよ、ね。1位争い。いや、私が圧倒で1位だな。うん。ちょっと待って、ちょっと待って。いやいや、ちょっと、ちょっと。
なんかね、うん、そう実はそう今日ねリップだけしてるんですけど、うん、実は、うんうん、これはりーちゃんからもらったリップなんですよ。そうなんですよ。キャー言ってくれた今日電話しながら、そうね、なんかそうなんかりーちゃんが、うん、そうなんかいきなりしようって言い出したのがすごい突然やったのに、うん、なんかメイクしてくれてるらしくってでなんか私もしようと思って、うん、りーちゃんからもらったリップつけました。かわいいでしょ。私もさしなかったらよかった。でもしてよかったね。うん、かわいい、かわいいもうねみゆみゆしてるかなっていうね感だったの、うん、してるかなみゆみゆ。あ、そうなの。あ、外れちゃった感が。ね、ちょっとね、メガネ姿をちょっと一番に見れて、私は幸せ。そう。やった。Bluetooth カットです。Bluetooth カット。え、目悪いけんそれつけとうみたいな？うん。あ、目も悪いけど、うん、なんか画面近くで見るから、ちょっと目悪くならないように。え、そういうこと？そう。やだ、めっちゃいいじゃん。何かのブルーライトのやつ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。え、目悪いの？ざわちゃんも。そう、悪いの、私。悪いの、私も悪いね。あ、そうなの？うん。あ、そうなんだ。え、メガネかけてる？かけてる。あ、そうなの？うん。見たことないぞ、私。え、でもね、メガネね、かけるのさ、なんかさ、コンタクトの方がさ、楽ちんじゃん。うんうんうん。だからね、もうずっとつけてるの。お風呂入ってもつけてるの。そうなの？寝る直前に外すの。目が怖いよ、外しなよ。ああ、外さなきゃ、言われたら。そうだよ。気をつけてね。気をつけるね。外してるの、うん、いつも。いつも、そう、いつもね、メガネ、大体。ほんと？うん。メガネにしよう。あるやったー。やったー。やったー。え、なんかさ、お互いの好きなところはだって。え、ちょっと恥ずかしい。じゃこれしようよ。なんかさ、お互いの好きなところゲーム。どういうゲーム？いいよ。照れた方がダメね。照れたらダメ。あ、いいよ。じゃあその判定はコメント欄でお願いします。あ、そう、コメント欄でお願いします。今ニヤってしたらもうその時点でアウトで。ニヤけたらダメね。うん。じゃあさ、こうしよう。歯を見せたらダメにしよう、やっぱり。え、でもさ、ニヤってしちゃうかもしれない。確かに。あ、ニヤある。じゃあそうだね。似合ってしたらダメにしよっか。オッケーオッケー。じゃあ、どうしよう。ね。じゃあ、どうしよう。じゃあ、じゃんけんで勝った方からにしよう。いいよ。最初はグー。あ、画面見える。じゃんけん。じゃんけん。じゃんけん。あ、なにそれ。ボケてみた。じゃあ、じゃんボケよ。最初はパー。お、ちょっと、やろうと思ってた。うん、やろうと思ってた？やろうと思ってた。これと迷った、これ。これだったらさ、グーとチョキとパーじゃん。え、グーとチョキとパーこれだよ。え？同じ？そう。なんかよくさ、うん、燃え袖とかでさ、袖長く着て、うん、その下からこうやって。あ、そうだよね、やるよね、これ。決まったらこうやって。そう、めっちゃ。燃え袖すればよかった。ね、できない、燃え袖。ね。なんかできるのね。勝ちだ。じゃあ。じゃあ。真顔ゲーム？オッケー。せーの、カット。よし。じゃあ、私からね。うん。ちょっと。もう一回。ちょっと待って、一瞬待って。うん、一瞬待って、一瞬待とう。あ、始まらないよ。待って、ちょっとやばいね。もう一回さ、一回考えよう。うん。じゃあさ、やっぱ、歯見せて笑っちゃダメにしよう。どうしよう、似合わありにしよう、似合わありで。うん、似合わり。歯見えたらダメ。見えたらダメ。え、待って、ちょっと好きなとこいっぱいあるから考えさせて。考えさせて。照れさせるように、いろんなところ言わなきゃね。オッケー。うん。どうしようかな。ちょっと考える時間作ろうじゃん。いいよ。あと10秒ね。10秒ね、オッケー。
よし。できた？できた。じゃあ、今からスタートって言ったら、歯見せたらダメね。オッケー。だって喋るときはさ、歯見えちゃうじゃん、絶対。喋るときも。それはしょうがない。それはしょうがない。それはしょうがないよね。よし。じゃあ行きます。よし。もらっともらっとかんと。よし。せーの、スタート。じゃあ私から。いつも、私の顔を見たら、目を細めて笑うところが好きです。あ、ほんとじゃん。待って、照れちゃった。ねえ、ちょっと照れちゃったじゃん。赤くなってないよね。ん？赤くなってないよね。めっちゃ変わってんの。めっちゃ赤くなった。照れちゃう。切らしちゃったんだけど。アウトって言われた。え、どっちがアウトですか？私、そっか、私が今挑戦者か。アウト？確かに。え、ミーミーがアウトかな。うわぁ。私、うん、私、どっちなの？え、UFO ってさ、照れちゃダメかな？ UFO もわかるで。あ、オッケー。じゃあ、もう一回にしよう。じゃあ、今度はミーミーからにしよう。オッケーオッケーオッケー。今、練習ね。練習。うん。じゃあ、ここから本番でもいい？うん。オッケー。じゃあ、行きます。うん。よーい。スタート。私のひさきちゃんの好きなところは、うん、さりげない気遣いが日頃から誰に対してもできていることです。あーね、オッケー。私のミーミーの好きなところは、笑った時に、あのね、ここに、なんか、笑った時の、ここの線が好きです。笑った時の線って何？え、それってさ、これ？それ、それ、いつもみたいな。ね、なんか、りっちゃんがさ、笑いこらえてる時の顔がさ、なんか、なんかさ、なんか言う方が緊張しない？言う方がめっちゃ緊張する。ダメだ。言うときが笑ってしまう。あ、じゃあもう普通にこれは、どっちが勝ちだ？え、同点。同点？どっちも笑ったら負けにしよう、じゃあ。どっちかが。オッケー、じゃあこれが本番で。これが本番でし。うん。何回本番あるんかって感じだね。連絡。ラスト本番。これが本当の本番。ラスト本番。よし。ちょっと考えさせるタイムください。オッケー、私も。じゃあ、私からいきます。オッケー。よーい、スタート。私の、ひさきちゃんの、好きなところは、なんか、私の姿っていうか、事務所とかで会った時に、ミューミューって、満面の笑みで、走って会いに来てくれるところです。あ、オッケー。そこね。はい。私の好きなところは、なんかね、いつも、なんか、ちょっとこれ見てって言って、一発芸をしてくれるところです。いいんじゃない？今いけてるよね、今。笑ってる。好きなところなの、それ。やった笑ってた、ちょっと似合ってしてた。やばい、じゃあこの勝負は私の負けということで。私の勝ちだ。え、でもさ、嬉しいんだけど、なんか走って、上手のとこ行ってるかな？恥ずかしいな。ミーミーも来るんですよ、ミーミーも。あ、そう。ミーミーはいつもハグしてきます。いつも後ろからハグしてきます。特になんか、前の、なのりさきが、一回療養してる
療養明けで、なんか久しぶりに会えた時はもうね、うん、嬉しすぎて。なんかハグしたよね。抱きしめあったよね。そう、てか、りーちゃんはもうみんなからハグされてました。だからみんなからね、愛されてるんだなって、ね。あ、嫉妬してるの？もしかして。嫉妬してる。そう。仲良すぎって言われた。ほんと？やった。ピッ。イェイ。よかった。やったね。ハートを作ったしね。うん。そう。ハート作った。最初にね。うん、最初に作ったもんね。そう。ねえ。やばい、楽しすぎてさ、余韻がさ、うん、もう寝るとき残りそう。思い出しそう。明日一番電車の日なのに。ね、明日。明日、起きるかな。今何時だろう？見える？時間。今、8時50分ぐらい。え、早いね。早い。もう50分も経って。ね、なんか自分で勝負ばっかりしてて。ね、勝負ばっかりしてたらもう終わっちゃうよ、もう。何時までする今日。決めてなかった。決めてなかったね、うちら。何個？聞こえなかった？うん。何時までする？あ、じゃあ9時までにする、1時間。確かに、1時間にしよう。うんうん。ね、最初だしね。そうだね。ね。ってことは、何時にランキング読めばいいのかな？55?55 だね。55にしよう。うんうん、そうしよう。イエスイエス。オッケー。よしよし。じゃあ、5分。うん。なんかさ、ちょっとさ、模擬おしゃべり会。うん。しよう。しよう。しよう。じゃあ、まず、私が、りさきちゃんのファンの役をします。うん、オッケー。はい。模擬ね。じゃあ、次私がするね。あ、お願いします。いきます。はい。あ、こんにちは。こんにちは。ちょっとオーディションだから応援してて、はい。もしよかったら、うん、みゆであだ名つけてほしいです。あ、本当ですか？はい。じゃあ、みゆ&りちゃきラブで。あ、でもここにお座りください。ここに。あ、行かないでください。こんにちは。行かないでください。こんにちは。また来てくれたんですか？はい。ちょっと、ここに座ってください。あだ名ちょっと忘れちゃって。本当ですか？もう一回。でも私一回しかあだ名言わないんですよね。あ、そうなんですか？あ、バイバイ。バイバイ。なんかさ、どういう感じなんだろうね。なんかさ、一回来るじゃん。で、また来るのかな？それとも一回で全部話すのかな？ね、どう思うんだ。でもさ、オンラインよっしゃ、オンライン役司会オンライン役司会の時は、なんか、15秒の方もいらっしゃったし、うん、ねえ、そうだよね。結構長めに撮ってくださってる方もいらっしゃったから、うん、ね、だからね、わかんないね。うん。ね。でも楽しみだな。楽しみにしとこう。あ、じゃあ私が逆にしないと、ね、私が来るパターン。オッケー、お願いします。あ、ちゃんと入ってきてください。入ってくるね。お願いします。入ってきます。はい。あ、入ってもいいですか？あ、面接でしょうか？もしかして。あ、緊張する。今、面接の話。こうしてるもん、自分。実は、はい。最近、めいめいのこと好きになってきたんですけど、うんうん。私のこと分かりますか？え、あの子ですよね。ね、そうなんですよね。はい。りちゃきって言うんですけど。はい。いつも見てます。あ、本当ですか？本当なんですけど。ありがとうございます。なんかいつも、丸い食べ物のモノマネしてらっしゃる方ですよね。そうなんですよ。もしかして分かったんですか？私のこと。はい、もちろん見てます。やったー。嬉しいです。あー、じゃあまた後で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。お時間でーす。あ、最後に言い忘れました。大好きです。あー！え、かわいい。私も行きたい。ざわちゃんのところ。おいでよ。行くね。最初の20分は3枚まで。3枚までなんだって。じゃあ連続で来るのか。そうなんだ。ね、楽しみ。楽しみ。めっちゃお話できそう。みんな。ね。
でも、皆さん気をつけていらしてください。うん、足を、ね、足元に。お足元に。ね、うん、足元に。足元に。足元に。気をつけてください。うん、うん。多分ね、たくさんね、いっぱいあると思うから、飛び箱とか、うん、ね、砂場とか、うん、乗り越えてきてください。はい、お願いします。でも明日お天気良さそうなんだって。え、本当？よかった。やったー。やったー。やっぱり、晴れ女かもしれないですね。ね、多分うちらが晴れ女だからね。うん、うん。出ましたね。やったー。やったー。じゃあ、そう、私、シューマイ弁当絶対食べたくて。何？シューマイ弁当があるの？うん、横浜は、シューマイ弁当がね、有名なの。え、食べたい。食べる、食べる。よし、食べよう。食べようね。食べよう。やった。食べたらいいなー。いや、あるかなー。でも、そんな、ね、食べようじゃん。うんうん、あったら。ね。うんうん。お話から食べよっか。そうだね。みんなと食べよう。食べましょう、みんな。食べましょう。ね。ね、うんうんうん、食べたいね。いつかそういう企画やりたいよね。ね、シューマイ弁当を食べる会。しよう。企画成り立つのかな。面白そう。面白そう、食べたい、それ。楽しみ。明日ね、何部、2部と4部だっけ、自分たち2部と4部。ね、一緒だよね、私たち。うん。2部と4部。ね。そう。だから、皆さん、お気をつけていらしてください。お気をつけてください。うんうん。イェーイ。ね、イェーイ。ぜひいっぱいお話ししましょう。ね、しましょう。ね。楽しみ。本当に楽しみすぎて。ね。僕、ワクドキドキは止まらないです。ね、止まんないね。ドキドキ。どうしよう。そう。じゃあ、もう55分になった、なったみたい。ランキング読もうか。どっちから読むの？じゃあ、うん、私読もうか。じゃあ、お願いします。いきますね。13位がヒデさん。ありがとうございます。そして、あと、12位がポテちゃんさん。ありがとうございます。イェーイ。で、12位がタクさん。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、10位がゴザコウさん。ゴザコウさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、9位がボリバーさん。ボリバーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、7位がハルカイさん。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、6位がイッチーさん。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、5位がイーシャンさん。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、4位がレイニアさん。ありがとうございます。ありがとうございます。3位がたくみけいさん。ありがとうございます。ありがとうございます。一緒にハートして。はい。3位からね、ハートなの。あ、そうなの？ OK。よし。2位が、滝田さん。ありがとうございます。あ、いいね。で、1位が、和吉さん。ありがとうございます。ありがとうございます。あと、やった。イェーイ。イェーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。よし。じゃあ、ザバちゃん。はい。いきまーす。オッケー。はい。13位、にゃおんさん。ありがとうございます。ありがとうございます。私ね、これね、順位ね、数字こうやって作ってるから。あ、okay、あ、13位。あ、13位だ。ありがとう、13位。OK、13位。イェーイ。イェーイ。12位、ベルカンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。11位、リンゴンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、11位。あやんよしよ。10位、キャップ社長さん、ありがとうございます。ありがとうございます。イェイ。ゆいな、来た、ゆいなが。やっほー。マジゆいちゃん。はい。9位、ウエマンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあ9位は。うん。9位。9位。あじゃあ、9位はザワちゃんやった方がいいかな。4位。あ、ありがとう、9位。9位。ありがとう。ありがとう。
はい、8位が MCKIZZ@HKT48 韓国ファンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8、あ、8、 OK、 OK。 はい、7位マンゾーですが何かさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位、はい、6位ノブ CK さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、5位ヘルヤマヘルオさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、4位京さん抹茶さん、ありがとうございます。ありがとうございます。待って、これ累計、累計待って、ごめん間違えた、これ累計だった。連携？累計。うん、累計。あ、累計。待って、ごめん。ごめんなさい。ちょ、ごめんなさい。ごめんなさい。もう一回お願いします。もう一回やって。はい。13位、ちまさん、ありがとうございます。12位、はちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位、みっちーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位、はちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位、エスト&Hさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位、ケイスーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位、つよし12秒さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、6位、たけやんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、5位、いけぽんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、4位、ヘルシアさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、リドンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。私にお願いします。ありがとう。ありがとう。2位、ノブ CK さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ハートお願いします。ありがとう。1位、キョウさん、抹茶さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ハート。ハート。めっちゃ早かった。はい、ね、1時間があっという間すぎて。ね、本当にあっという間だった。うんうんうん。じゃあまた、機会があればね、また配信一緒にしようと思うので。うん。今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったね。うん、本当に楽しくて。皆さんもね、いっぱいコメントとか、うん、ギフトとかもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ一緒におやすみなさいって言って終わろう。そうだね。あ、明日のおしゃべり会待ってます。待ってます。気をつけてください。気をつけてください。はい、じゃあ閉めますか。せーの、おやすみ、おやすみなさーい。バイバイ。ありがとう。